ノルトハウゼンにあるローランドの立造ノルトハウゼン鉄道駅製十字協会の大聖堂エヒターノルトハウザードペルコルン。工場ノルトハウゼンはドイツの駐輪原州にあるハルツ山地南端に位置する人口約4万5000人の都市でノルトハウゼン軍の軍長所在地である。かつてはタバコ産業で知られ、今も上流種のノルトハウザードペルコルンで知られている。 この都市は927年5月13日の東、フランク王ハインリヒ一世の書類の中で初めて公式に言及されているが、この土地の初期の存落は785年頃まで遡る。新生ローマ皇帝フリードリヒ二世は1220年にこの都市を帝国自由都市とし、さらに1430年にノルトハウゼンはハンザ同盟に加盟した。年には、 ニーダーザクセン帝国クライスの一部となり、その同じ年あたりから発行させた穀物種が作られ始め、それはノルトハウザードッペルコロンの名前で有名になった。1523年、この年にトマス・ミュンツァーがしばらく滞在し、宗教改革がノルトハウゼンへともたらされた。十七世紀のノルトハウゼン百四十八年のベストファーレン条約の後、ノルトハウゼン周辺の多くは、 ブランデンブルク・プロイセンの一部となったが、この都市そのものは独立したままであった。ナポレオン戦争の最中の1802年8月2日にプロイセン軍がノルトハウゼンを占領し、この都市は帝国代表者会議での帝国自由都市としての地位を失った。ついで1807年に創設されたベスト・ファーレン王国の一部となった。ナポレオン・ボナパルトの敗北後、ノルトハウゼンは 1816年に作られたプロイセン王国のザクセン州に編入されたノルトハウゼンは1882年から1950年まで独立市であった。1866年にノルトハウゼンは晴れと鉄道で結ばれたコームシュタイン山にある V2 ロケット工場ミッテルベル系へ労働力を提供するために第二次世界大戦中に ナチスドイツのミッテルドーラ強制収容所が町の郊外に置かれた。1945年4月3日と4日に町の4分の3がイギリス空軍の爆撃で破壊され、この時約8800人が死亡した。1944年8月24日早く、1945年4月11日にアメリカ軍がこの都市を占領し、7月2日赤軍が引き継いだ。 ノルトハウゼンは1949年から1990年まで東ドイツに属しエアフルト県の管轄とされた。1990年のドイツ再統一の後、ノルトハウゼンは再び創設された駐輪ーリ州の一部とされた。その後、王子を復元した旧市街が再建されつつある。2007年12月1日にベーターンスドルフ、ロディスハイン、シュテンペダの 各自治体がノルトハウゼンに統合された。ノルトハウゼンは近年大きな労働争議のために国際的ニュースを提供している。2007年7月10日以来、ビリヤ自転車工場の135人の労働者が工場を占拠しており、生産を再開して消費者や小売店に直接自転車を販売している。ノルトハウゼンは以下の都市と姉妹提携している。ありがとうございます。